リソグラフ MZ1070 リソグラフは理想化学工業が1980年から販売している事務用後半印刷機である。理想化学工業が事務用として開発したシルクスクリーン印刷機である。当社版では版である原子と印刷時における版の保持材であるスクリーンが分かれているが、リソグラフは同じ後半印刷であるシルクスクリーン印刷と同様に両者を マスターとして一体化。これをドラムに巻き付けて印刷し、マスターは印刷後そのまま破棄する。p p c 副写機間隔で操作でき、製版から印刷まで高速、低コストで行える。コピー機と比べた場合、印刷部数が数十枚以上の場合には、リソグラフを使用した方が時間、コストともに有利とされる。当社版用のインクメーカーとして創業した。 理想化学工業は1960年代、当社機、リソグラフや、当社版用観熱製版機、リソファックス、リソファックス用当社版原子、リソマスターを製造を販売していたが、同年代末に陥った経営危機器を打開しようと、製版と印刷の工程を同じ機構に収めることを主眼に、家庭用のプリントごっことともに開発したものである。 事務用として1980年6月印刷機と製版機が分かれたリソグラフ AP7200FX7200 として発売を開始。1984年8月には当初の構想通りに印刷、製版を一体化した自動印刷機リソグラフ007を発売した。さらに1986年8月にはデジタル技術を導入した。 リソグラフ07デジタルを発売し、p p c 複写機並みの操作性を実現した。後には二色同時印刷や複合機と同様にパソコンからの直接出力も可能になった。p p c 複写機普及に伴う当社版衰退後の事務用デジタル後半印刷機は同じく日本メーカーで正版印刷一体型の デュープリンター DP-3050 を1987年に発売したデュープロのデュープリンターと世界市場を二分している。両者とも専用インクやマスターの供給体制を世界的に構築しており、特にリソは当社版衰退後の後半傾印刷を指す世界的な代名詞となっている。ありがとうございます。